肝田家の実家飯は？材料はサバの味噌煮の缶詰と余ったひじき、そして卵1個にネギとご飯。至ってシンプルな具材だけど、その作り方は？まずご飯の中に、卵、生卵を入れますね。でね、軽く混ぜてください。もう軽くでいいです。こうしたら卵がご飯にコーティングしてパラパラに仕上がるんで、家でやるときにはいいと思います。そして温めたフライパンにご飯を入れ、卵チャーハンを作っていきます。下味に塩を少々加えたら、続いてこちらですね、サバの味噌煮、軽くもう骨ごとでいいんでほぐしてます。中に入れます。でそこに、ひじきですね。ひじきのもうこれ炊いた晩ご飯の残りとかでもいいです。入れます。ご飯を崩しながら、サバとひじきが馴染むように炒めていきます。さらに缶詰の残った煮汁を加えて再度炒めて、最後にネギを入れて軽く混ぜ合わせれば完成。これがミシュランシェフの実家飯、サバひじき飯。下田さんが料理人になるきっかけになった実家飯のお味は？美味しいですね。普通の焼き飯よりちょっと甘く感じると思うんですけど、子供の時はこれが美味しかったように思います。